それではさぬきうどんのお時間ですということで、ヤクタウンです。今日もさぬきうどん屋さんの方向かってるんですけど、今日のお店は大将が大阪出身で香川のあの綿屋さんで修行してこちらで独立されたっていうお店になるんですけど、その綿屋さんの系譜を継いでか、あの量がめちゃくちゃ多いです。でなおかつその大阪でいた時代にお蕎麦屋さんで働かれてたということで、その蕎麦屋さんで働いた技術を生かした鴨肉がここすごい有名なんですよね。で今月の6月の20日になんとめでたく3周年を迎えるということで、1週間期間限定で新メニューを出されるということです。1週間だけの限定です。今回ちょっと僕は先行してそのメニューを食べさせていただこうかなと思います。皆さんは明日から食べることできます。はい、ということで今日のお店、香川県中田道郡多度津町にあるさぬきうどん屋さんになります。最寄り駅多度津駅でだいたい 1.5 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとして小金洗面所の多度津店さんであったり山吉さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.61 点、 Google の点数が 4.1 点となっていました。定休日は毎週月曜日で、営業時間が10時から15時までとなっています。ということで到着です。はい、ということで到着しました。こちら香川県多度津町にあるさぬきうどん屋さん、池子うどんさんになります。このお店の前にある煙突っていうんですかね、なんて言うんでしょうとかが結構特徴的で、一本この路地の中に入っていかなきゃ来れないんで、まあ今日僕の移動風景とか見つつお店の場所を探してみてください。それじゃあ早速食べに行きます。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。こんにちは。どうもこんにちは。3周年おめでとうございます。ちょっとじゃあ今日先行して3周年メニューを、いいですか？お願いします。はい、ということでこちらサービス店となっています。今回は SNS で事前に3周年記念メニューの告知見たのでお願いして、さっき食べさせてもらいました。カモアサですか？カモアサ、カモアサお願いします。池子さんといえばの鴨肉を使ったうどんで、それにあのめちゃくちゃいいわさび組み合わせてます。すいません、ちょっといいですか？あ、もうできたんですか？はい、いやありがとうございます。これどうやって食べるのがおすすめなんですか？そのままわかりました。で、これがめっちゃいいとこのわさびなんですか？はい、まだ調べてツイッターとかでも見たんですけど、ヤングコーンの店舗にいただいていいですか？はい、それもお願いします。はい、ヤングコーン天ぷら、結構日によってその時あるのが出てたりするんで、まあ池子さんの SNS チェックしてみたり、お店の前表に黒板置いてあってその日のメニューみたいなのがこう書かれてるんで、そっちもチェックして注文してみてください。それではメニュー表こんな感じになってます。これが3周年記念1日20食限定の6月20日から25日までしか出されない鴨わさびうどんになります。小で700円、中が800円です。めちゃくちゃいいわさび使ってます。あと夏のメニューとしてはこのすだち、肉すだち、鴨すだちとかがあったりするんで、仮に3周年記念が売り切れてたり、まあその期間が終わってたりしてもいろんなメニューあります。鴨ぶっかけとか、あと肉ホルうどんとか、あんまりよそのお店で見ないようなメニューも置いてます。これがまあ一般的なあのメニューにあるんですけど、かけうどんだったら小で250円、あと天ぷらはレギュラーメニューでいろいろあって、紅生姜店とか大将が大阪出身やけんっていうようなメニューも揃ってたりします。あとはランチが結構お得に注文できて、限定20食なんですけど、うどんに天ぷらにあとご飯っていうのがついてきます。それとは別にセルフで取るおにぎりとか、あとパリパリいりことかも置いてます。ちょうどお店の入り口のとこですね、この黒板があって、その日のメニューとかその日しか入ってないものとかも書いてたりするんで、これ見て中入って注文してみてください。それではいただきます。今回頼んだのは6月20日から25日までの3周年記念メニュー、鴨わさびうどんです。これ1日限定20食で出される、20食しか出されない予定です。冷たい麺の上に鴨肉、あと梅肉を溶いたとろろに青じそとかみょうがとかかいわれの薬味があって、国産の最高級なわさび、まずまっていうわさびをのしています。せっかくなので池子さん一押しの鴨肉でこの最高級わさびのまずまを巻いて最初はいただいていこうかなと思います。
これはもうめちゃくちゃ美味しかったです。まず鴨なんですけど、これしっとりしてて本当噛むほどに味が出てくるんですよね。イケコの大将がもともと大阪の蕎麦屋さんで働いてただけあって、この鴨の仕込みみたいなのがすごい上手で、いわゆる臭みとかであったり、あと癖みたいな鴨のこの嫌なとこみたいなのが全然出てないんですよね。それにこのわさびマズマが合うんですよね。これしっかり辛くてツンときます。でもそれもなんか爽やかな辛み で香りもすごいいいっていう、わさび自体の存在感もあって、本当にねわさび好きにはたまんないと思います。普通のわさびよりこう粘りも強いみたい でこの中茎も混ぜてるんで、こう食感とかもいいんですよね。ありがとうございます。ちなみにわさびのマズマ、個人的にインターネットで調べてみたんですけど、どうやらわさびの中でもすごく品質がいい、市場での評価が最も高いわさびって書かれてました。でうどん忘れてました。だしはですねかかってなくて、とっくりの中に入っています。確か池子さん初のとっくりスタイルのうどんだったと思います。ということでこのぶっかけだしかけていただきました。池子さん、僕何度も来てるんですけど、この日の麺が一番美味しかったです。なんでか分かんないですけど、ツルツルでツヤツヤな麺肌で、すごい喉越しがいいんですよね。でそれに加えてもコシが強いっていう、そんなうどんです。やっぱりこの冷たい麺がこう引き締まったコシなのに、この池子さんのなんかムニムニ感みたいなのもあって食べやすいっていう。で確かですね、熱くなってきたら麺幅をちょっと細くして、こう喉越しよくより食べやすくするようにされてたって言ってた気がします。この少し細めな麺にぶっかけだしととろろが絡んでくるんですけど、このとろろの主張めちゃくちゃでかかったです。少しでもかなり梅味強かったです。この感じ僕初めてでした。だから全部混ぜてしまわずに、それぞれぶっかけだしと梅のとろろはそれぞれ分けて食べるのが結構おすすめかもしれません。暑い時のさっぱり食べたい時にこの梅とろろすっごいと思います。あとこの最高級わさびのマズマに、で上に乗ってる薬味の、青しそにみょうがにかいわれも、これ鴨肉だけとじゃなくて麺と一緒に食べてもすっごい味変さっぱりして美味しかったです。はい、それでは毎日あるわけではないんですけど、この日出してたヤングコーンの天ぷらもいただいていきます。コーンの部分はシャキシャキ歯ごたえ でこれ甘くて、ほんでわっさわっさしてるところなんですけど、これヤングコーンのヒゲなんですよね。でこれがすごいふわさくみたいな食感でめっちゃ美味しかったです。空気まとった衣を食べてるみたいな感じで、本当に、ね、食べたら口の中にこのヒゲ広がるんですよね。こんな天ぷらも食べたことなかったです。もう個人的にめっちゃくちゃ美味しいなって思いました。池子さん時々見たこともないような天ぷらも出されてるんで、その日の限定とか、SNS のメニュー告知とかチェックするのをおすすめします。それでは最後の一口いただきます。僕は個人的にわさびがもうめちゃくちゃ好きなんで、本当に今日食べたこのうどんは衝撃的でした。しっかりわさび辛いんですけど、風味も強くて美味しいっていう、しかもこうわさび自体の量もすごかったんで、なんか鴨にと合わせて食べたり、あと麺と合わせて食べたりっていういろんな楽しみ方できたのが個人的にすっごい嬉しかったです。あとランチセットとか池子のランチセットとかもう特に満腹になるほど量も多いし、サービス店なのにこれ安いっていうのもめっちゃ売りやと思うんですよね。今回3周年メニュー20日から25日までなんですけど、それなくても全然楽しめると思うので、まだ池子さん行ったことないよっていう方はこのメニュー目指して、でもうすでに知ってるけどこのメニューも食べたいなっていう方もぜひぜひ3周年記念で行ってみてください。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ほな、ごちそうさまでした。また来ます。どうもごちそうさまでした。3周年おめでとうございます。ありがとうございます。それでは今日のお店、香川県多度津町にあるこちら、池子うどんさんになります。駐車場こんな感じになってて、お店の前のスペース広くあるので、道路側とあとお店側、白線引かれてるところに停めてみてください。そして店内こんな感じになってます。
仕切りのあるカウンター席が真ん中にあって、で奥には一人用のカウンター席で、こちら一段上がった小上がりの座敷席もあります。お部屋おにぎりはセルフで取るようになっとるので、こちらから取ってください。はい、ということで池子丼さんいただいてきました。もうね、はっきり言ってめちゃくちゃうまかったです。うん、めちゃくちゃうまかった。何がうまかったって、まあとりあえずまあ、これ個人的な見解ですけど、とりあえず今まで一番僕が池子さんで食べてきた中で麺がいっちゃうまかったです。とにかくコンディション良かったなっていう、あのすごいコシと、あと冷やのこのなんだろう、ツルツル感っていうか、もう最高でしたね。で、あれですよ、わさび、僕ほんとわさび自体がすごく好きで、わさびだけでもなんかいっぱい食べちゃう、わさびだけ食べちゃう、子供の頃からわさびだけ食べちゃうぐらいわさび好きなんですけど、もう調べてみたらもう本当にわさびの中でも最高峰のわさび使ってるんですよね。もうだけど、ね、あれと鴨肉の相性相当良かったんで、これはぜひ食べてみてください。1週間限定の1日20食限定なんで、この期間内にぜひぜひ行ってみてください。はい、ということで、今日の動画もしよければ高評価チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。1、2、3、4